プレデターは1987年のアメリカ合衆国の SF アクション映画。ジョン・マクティアナンが監督を務め、アーノルド・シュワルツネッカーやカール・ウェザース、ジェシー・ベンチュラ、ケビン・ピーター・ホールが出演した。配給は20世紀フォックス。屈強な軍人ダッチ率いる特殊部隊が中央アメリカの架空の国バルベルデで、 ゲリラたちの手から捕虜を救出する任務に就いた後、正体不明の高度な技術を持つ地球外生命体、プレデターに狙われるという物語である。脚本は1985年にハンターという題名でジム・トーマスとジョン・トーマスの兄弟によって書かれた。撮影は1986年4月に開始され、スタン・ウィンストンによってクリーチャーが考案された。 制作費は1500万ドル。アメリカでは1987年6月12日に公開され9800万ドルを超える興行収入を得た。初公開時の批評家の反応は賛否両論でストーリーには批判が上がったが数年後には批評家の態度は概ね好評になった。プレデター2とプレデターズという2つの続編に加えエイリアン VS プレデターと アベップにエイリアンズ VS、プレデターというクロスオーバー作品も制作されている。さらに本作で、リック・ホーキンスを演じた、シェーン・ブラックが、2014年6月に、フレッド・デッカーがスクリプトを書き、共同で、プレデターの4作目にあたる本作の、リブート的な続編、ザ・プレデターを制作すると20世紀フォックスに発表。2018年9月に公開された。プレデターは、 動物学用語で捕食動物や天敵を意味する。この名称はあくまで視聴者、制作者の用いるメタ視点での呼び名であり、本作に登場するクリーチャーの作中設定の種族名ではない。百戦連磨の優秀な指揮官であるワラン・ダッチ、シェーファー・少佐はゲリラ部隊によって捕獲された政府の要人たちを救出するため、ダッチの元戦友で、 現在は CIA で働いているジョージ・ディロンにより、緊急召集される。黒人の軍曹マック・エリオット、紙タバコを常用しているブレイン・クーパー、ネイティブアメリカンの末裔で、鋭い第六感を持つビリー・ソウル、メキシコ系アメリカ人のホルヘ・ヘッポン・チョラミです。大きなワイヤーメガネの通信兵、リック・ホーキンスを加えた、エリートチームを率いて、中央アメリカに位置する。 バルベルデ共和国の密林地帯に出動する。現場に降り立ったダッチらは墜落したヘリの残骸のほか皮膚を剥がされて木に逆さ釣りにされた特殊部隊隊員たちの死体を発見する。その後ゲリラのアジトとなっている村を襲撃し、ゲリラを殲滅させるが、現場の状況が事前の情報と大きく違うことを不審に思ったダッチがディロンを問い詰める。ディロンは 人質救出作戦はどちら優秀な兵士を借り出す。ための嘘で、本当の目的は、総攻撃作戦を控えたゲリラを殲滅させ、機密資料を持ち帰るためであり、ヘリの死体は、用人ではなく、偵察隊であったことを白状する。任務を終え、ゲリラの生き残り女性兵士のアンナを、道案内役として拘束し、脱出ポイントへ出発する一同。しかし、 彼らの動向はサーモグラフィーを使う何者から監視されていた。脱出ポイントへの道中、脱走を試みたアンナを追ったホーキンスが何者かに殺害され姿を消す。目撃者のアンナを問い詰めても見えない何者かが襲ってきたと証言は遠えない。ホーキンスを捜索する一同だが続いてブレインが未知の武器で砲撃され死亡する。駆けつけたマックは 半透明な姿に怪しく輝く二つの目を目撃。合流したダッチたちと共に、その何者かが逃げた方向へ、一斉射撃を展開するが、そこには何も仕留めた痕跡はなかった。ディロンは、ゲリラの残党の仕業だと主張するが、さらにその夜ブレインの死体が持ち去られると、ダッチはその何者かは自分たちを獲物として狙っており、それを倒さないと生きて帰れないことを悟る。 アンナから一斉射撃の際に相手も傷を負ったことを聞いた、ダッチたちは多数の罠を仕掛けて待ち伏せる。そして、アンナが人間を借り、その頭蓋骨でトロフィーを作る悪魔の言い伝えを物語った直後、何者かが罠にかかる。姿を見せた、それは広角迷彩で姿を隠し、肩にはプラズマキャノンを装備した異星人だった。 異星人を取り逃しポンチョが重傷を負う。マックが追跡しディロンも火星に向かうが、二人とも帰り討ちにあってしまう。ダッチらの脱出の時間を稼ぐために単身で、異星人との決闘に挑んだビリーも会えなく、瞬殺されると、さらに追いつかれ、ポンチョも殺される。異星人が非武装者を襲わないことを見抜いたダッチは、あんなだけを脱出ポイントまで先に走らせ、 自身も異星人から必死に逃げるが、滝つぼから岸に這い上がったところでとうとう追い詰められてしまう。ところが異星人は泥まみれの自分を見つけることなく去っていったことから、ダッチは異星人の視界は生物の体温が発する赤外線を可ししていることを発見するのだった。わずかな火薬を残して重火器をすべて失ったダッチは、血栓に備え体中に泥を塗り、 サバイバルナイフで木を削って、弓矢や投げ槍など様々な武器、そしていくつかの罠を作る。そして準備が整うと、火を燃やしおたけびを上げ異星人を呼び寄せる。一進一退の勝負は、肉弾戦にまで及ぶが、ダッチは追い詰められながらも罠のある場所まで異星人を、誘い込み、釣り上げていた巨木を落として、致命傷を負わせることに成功する。品種の異星人は、手首の装置を起動させ、 高笑いを始めると、ダッチは、それが自爆のカウントダウンだと悟り走り出す。森林が丸ごと吹き飛ぶほどの大爆発が起きた直後、夜明けとともに、アンナを乗せた救出ヘリの乗員が、煙の晴れ間から見つけたものは、奇跡的に難を逃れ立ち尽くすダッチの姿だった。ないは日本語吹き替え完成版での追加録音時の、代役、ロッキー4、炎の友情公開後の数ヶ月間。 ハリウッドでは、あるジョークが出回っていた。それは、ロッキー・バルボアの戦う相手はもう地球上にはおらず、次の対戦相手は、異星人になるだろう、というものである。脚本家のジムとジョン・トーマスはこのジョークを真に受け、それを元に脚本を執筆した。トーマス兄弟の書いた、最初の脚本の題名は、ハンターだった。1985年に20世紀フォックスにこの、 脚本が選ばれ、制作のジョエル・シルバーに引き渡された。シルバーは、コマンドでの経験から、予算を、この SF アクション映画に回すことを選択した。彼は、元上司のローレンス・ゴードンを、共同制作にし、ジョン・マクティアナンを監督に雇った。ニュージーランドのジェフ・マーフィーも、監督の候補に上がっていた。スタン・ウィンストンによって考案された初期のモンスターの、デザインと、 完成版とではかなり違いがある。当初はジャンクロード・バンダムがクリーチャーを演じる予定だったが、彼は初期版のスーツを用いたテスト撮影をした後、スーツは動きにくく厚すぎると主張した。加えて、プレデターがシナリオの都合上黒マキーとなるシーンが多いこと、得意のマーシャルアーツをシェーファー役のシュワルツェネッカーとの対戦で披露するつもりだったが、 その場面もないことを不満として、バンダムは降板。最終的に、ケビン・ピーター・ホールが演じ、臨床かつタフな生命体として描かれることになるが、バンダムがスタジオを去った直後は、企画が行き詰まっていた。マクティア・アナムはシュワルツネッカーからスタン・ウィンストンを、紹介され彼と相談する。そしてフォックススタジオに向かう飛行機で、モンスターのスケッチをしていたウィンストンは、 エイリアン2の監督ジェームズ・キャメロンと一緒になる。キャメロンは、接触動物の下顎を参考にすることを提案した。これが後に、プレデターを象徴する特徴となる。シルバーとゴードンは、最初に、主演でアーノルド・シュワルツネッカーに出演依頼をする。エディート特殊部隊に、真実味を持たせるため、シルバーとゴードン、共同制作のジョン・デイビスは、巨体の俳優を探す。 ロッキーでアポロクリードを演じたカール・ウェザースがディロン役の候補に上がる。元プロレスラーで特殊部隊に所属していたジェシー・ベンチュラはその体格からブレイン役に選ばれる。そして人種のバランスのためネイティブアメリカンのソニー・ランダムとリチャード・チャベス、コマンドーでシュワルツェン・カーと共演したアフリカ系アメリカ人ビル・デュークが起用される。ジョエル・シルバーの大ヒット作 リーサル・エポンの脚本を書いたシェーン・ブラックも出演し、さらに若手だったマクティアナーの手助けをした。出演者は軍事訓練を受け撮影した。当初のプレデター役だったジャンク・ロード・バンダムの時は武道を活かした忍者風の怪物のアイデアが出ていた。しかし、シュアル・ゼネカーやウェザース、ベンチュラといった肉体で知られる俳優が多く、 出演するためさらに驚異的な登場が必要だった。加えて、バンダムが上記のスーツの不満を申し出たため、この案は没となった。その後、バンダムは降板し、ケビン・ピーター・ホールが選ばれる。ホールは218センチメートルの身長があり、ちょうど、ハリーとヘンダスン一家のビッグフット役を終えた、ところだった。そしてプレデターの声は、ピーター・カレンに依頼される。 カレンは1976年のキングコングで喉を痛めたため初めは消極的だったがマスクを外したプレデターを見て引き受けた。彼はプレデターのデザインがカブトガニを連想させると述べている。音楽は1985年にバックトゥザーフューチャーで成功を収めたアラン・シルベストリが担当した。プレデターは彼が初めて担当する対策アクションだった。 彼はアクションとサスペンスを強調した音楽の他に、リトル・リチャードの歌、ロング・トール・サリーを使用した。この歌はジャングルへ向かうヘリコプターのシーンで流れている。他にも、ブービートラップを脱出したプレデターをオウマックが歌詞の一部を口にしている。シルベストリは続編も担当し、エイリアンとプレデターシリーズで2作品を担当した唯一の作曲家となった。 ありがとうございます。